アメリカ同時多発テロ事件直後の国家安全保障会議アメリカ合衆国国家安全保障会議はアメリカ合衆国における国家安全保障と外交政策に関する最高意思決定機関の一つ国家安全保障会議には海外に多くのカウンターパートがある国家安全保障会議は1947年に国家安全保障法によって創設された冷戦時 共産主義の脅威は政治、軍事、経済、文化など広範囲に及んだこと、さらにシビリアンコントロールの観点から軍だけでなく各省の政策を統合、調整する組織が求められた。そこで第二次大戦時にアメリカ陸海軍と国務省の調整を担った国務、陸軍、海軍参照調整委員会やイギリスの帝国防衛委員会をモデルとして、 NSC を設立することが決定された。さらに、戦略の立案に必要なインテリジェンスを供給するため、各情報機関の活動を調整する機関として、中央情報局が設立され、NSC の指示のもとに置かれた。設立当初のメンバーは、大統領、副大統領、国務長官、国防長官、陸軍長官、海軍長官、空軍長官を、 正規のメンバーとし、必要に応じて CIA 長官などが参加していた。しかし、1949年以降は、軍の影響力を削減するため、陸軍長官、海軍長官、空軍長官を正規メンバーから除外している。米国 NSC は、アメリカ合衆国の安全保障の司令塔であり、その機能は大きく分けて三つある。一つ目は大統領への政策助言である。 二つ目は中長期的な安保戦略の立案である。NSC は国家安全保障戦略などの戦略文書を起贈している。三つ目は戦略に基づいた各省庁の調整である。グローバルな安全保障政策を行うためには、確固たる戦略に基づいて外交、軍事、情報、経済、文化といった各機関を一斉に動かす必要があり。 NSC はそのための調整機能を担う。NSC は会議としての NSC 本体のほか、NSC の専従のスタッフ組織と省庁間、調整メカニズムによって構成されている。NSC 本体は、大統領や副大統領、国防長官、国務長官、参謀本部議長、国家情報長官などのメンバーによって構成される。 運用のあり方は大統領によってもかなり異なる。アイゼンハワー大統領の時代は週1回ペースで会議が行われており、大統領も毎週出席していたが、現在は公式な会議が開かれることはあまりなくなっている。その代わりに必要に応じてメンバーを変えた非公式な会議が開かれている。また、非常事態の際には大統領の決断を補佐する目的で、 公式の会議が開催される。スタッフ組織は大統領直属のスタッフとして日々大統領を支えるほか、政策立案にも携わる。スタッフの人数は大統領によっても異なるが、専門スタッフと事務スタッフを合わせて200人程度が存在する。多くは国務省、国防省や各情報機関などからの出向組だが、一部に民間からの登用もある。 このスタッフ組織を統括し、ホワイトハウスにいて、大統領と頻繁に連絡を取りながら、実際に仕切るのが国家安全保障問題担当大統領補佐官である。だが、司会は主席補佐官と言われている。省庁間調整メカニズムは、閣僚級委員会、時間級委員会、時間補給による政策調整委員会からなり、多くの案件は、 時間級委,委員会までで調整されるが、どうしてもまとまらない案件は、閣僚級委,委員会に上げられるようになっている。これらの委員会は、スタッフ組織によって運営されている。常設の NSC がどこに置かれているかについては、不明な点が多いが、実態として、ホワイトハウスの地下にある、シチュエーションルームに置かれているという説がある。ありがとうございます。